開発者カルガリー大学でコンピュータ科学を専攻し1992年に学士号を取得した。南アフリカのプレトリア出身。オープンブズドプロジェクト及びオープン種プロジェクト代表。ネットブズドプロジェクト創始者の一人でもあったが、メンバーとの圧力のためプロジェクトを追放され、独自にオープンブズドプロジェクトを開始した。そのフリーソフトウェアに対する信念や、 容赦しない議論スタイルのために、これまで多くの論争を引き起こしてきたことでも、知られている。2004年度、FSF フリーソフトウェア賞を受賞。テオデラートは、主にセキュリティの分野で名高いが、彼らはまたフリーなデバイスドライバーを追求している、ことでも有名である。無線 LAN デバイスにおいては、とりわけ、台湾のメーカーと交渉し何種類ものフリーな、 ドライバを作成することに成功している。テオはフリーでないドライバを作成するために、主否義務契約書に署名する Linux 開発者を批判している。ありがとうございます。